渡来高してる。復帰してから毎日パテレ行き、なんだお前、レギュラーなのか。4日連続おめでとう。パテレの中の人は米ファンかもしれんな。パテレくんベイスターズ好きすぎみたいやから、これからも業務提携続けてくれ。パテレを侵食してるのめっちゃおもろい。昇格後3試合連続で単独出演しちゃうの、あまりにもスターすぎるな。渡来が生き生きとプレイしてるところを見ると、自然と笑顔になっちゃうわ。1年目とは思えんほど貫禄あるよな。パテレ渡来好きすぎやろ。渡来の軽やかなバッティングほんましこ。一軍上がってきてから調子が良すぎて怖い。この男は何なんだ。パリーグよ、これが浜の渡来や。セリーグの人はよく批判してる人が多いけど。ほんといい選手やわ。渡来が打つとチームに勢いがつくよな。最近 DeNA 多くて、リーグ戦戻っても DeNA の動画上げそうな勢いやん。渡来交流戦間に合って本当に良かった。野球を誰よりも楽しむ渡来が最高やわ。なんだかんだ言ってみんな渡来好きなんだよ。シングルヒット狙いなら3割は確実に打てる技術があるな。やっぱり化け物だよな。バットの出し方がめっちゃ美しいわ。とりあえず今の状態キープしたまま、オールスターまではいけるといいな。いいぞもっと暴れ回ってくれ。このまま新人王まで突っ走ってほしいな。パテレの中の人絶対ファンやん。あんま言われないけど高卒4年目なんよな。やべえわ。もう一度輝きを取り戻してくれてありがとうな。交流戦でウッキウキのパテレ好きやわ。オープン戦の時みたいにポンポン簡単に打つようになってるな。もはや守護もセリーグ選手のパテレになってきてる。毎試合渡来取り上げられてて嬉しいわ。渡来パテレと相性いいよな。残り試合も打ちまくっていっぱい動画載せてくれよ。